皆さんこんにちは。元気がないです。バンドの皆さんに身を見せてもらいましょう。皆さんこんにちは。こんにちは。もう一度いきますよ。皆さんこんにちは。ありがとうございます。本日は埼玉栄高等学校吹奏楽部フォルクスワーゲン西大宮店10周年記念イベント特別ライブ第1公演にお越しくださり誠にありがとうございます。本日司会を務めさせていただくのはクラリネットパート2年愛沢はじめです。短い間ではありますが皆さんに吹奏楽の魅力をたっぷり伝えていきたいと思います。ぜひぜひゆっくりまったり楽しんでいってください。そして本日指揮を務めさせていただきますのは本校顧問の金井義弘先生です。さて記念すべき1曲目ジョイフルスピリットファンファーレでした。金管楽器の華やかなファンファーレでスタートいたしました。私たちが日々取り組んでいる吹奏楽はご覧の通りたくさんの楽器がみんなで力を合わせて素晴らしい1曲の演奏を作り上げます。力強くて華のある迫力満点な演奏の金管楽器。柔らかいメロディーからたくさんの表情を見せる細かい指の動きが特徴の連符や幅広い演奏が魅力の木管楽器。そして忘れちゃいけないこの金管楽器と木管楽器の演奏に彩りと迫力を与えるさまざまな楽器を扱う職人打楽器。たくさんの楽器がある吹奏楽、本日は夏の暑さも吹き飛ぶような素晴らしい演奏を皆さんにお届けします。皆さん準備はいいですか？ありがとうございます。それでは早速次の曲に行きましょう。続いてまいります曲は木管、金管、打楽器みんなが共に輝ける皆さんご存知のあのポップスナンバーです。皆さん準備はいいですか？行きますよ。真実はいつも
ありがとうございました。名探偵コナンメドレーでした。いや、最初のサックスソロかっこよかったですね。ところで皆さん、埼玉栄高等学校ってどこにあるかご存知ですか？そこの交差点を右折してすぐです。歩いて30秒のところにあります。本日はご近所さんということで、ここのフォルクスワーゲン10周年記念イベントに呼んでいただきました。誠にありがとうございます。そんな栄高生ですが、やっぱり西大宮駅から学校に通学するものですから、毎朝毎晩ここを通るんです。で、栄高生はこの歩道橋を使っていつも通学しているんですけれども、このフォルクスワーゲン鏡なので、360度鏡なので中から車が見えるんですけれども、栄高生はこの歩道橋をこう渡りながら、大学生になったら免許取ってどんな車を買おうかなといつも考えながら通学させていただいているわけであります。そんな栄高生ですが、大好きなものが一つあります。吹奏楽部に限った話ではありません。大好きなものが一つあります。何でしょう？栄高生の皆さんも考えてみてください。皆さんが大好きなものです。大好きなもの、楽器でもなく音楽でもなくディズニーです。埼玉栄高等学校吹奏楽部はありがたいことにたくさんの演奏の機会があるので、まあ、休みが少なくなってしまうのは仕方のないことなんですけれども、なんと吹奏楽部の皆さん、翌日が練習の日、朝5時とかに起きて登校するんですけども、そんな日の前の日のオフ、ディズニーに行きます。朝から晩までディズニーで遊びます。栄高生、とんでもない体力です。そんな栄高生大好きなディズニーですが、続いてお送りします曲はアラン・メンケン音楽情報です。この曲はアラン・メンケンというディズニーの作曲家、その人の様々な作曲された音楽の、例えばそうですね、美女と野獣だったりノートルダムの鐘だったり、有名どころがたくさん詰まった一曲になっております。本日はメドレー形式でお送りいたします。どうぞ夢の世界へ行ってらっしゃい。可愛いダンスにも注目してお聴きください。
ランメン県音楽情報でした。いや、素敵なダンスいかがだったでしょうか。さて、これで第1公演も最後の曲となってしまいました。最後に第1公演をお送りいたしますのはオーメンズ・オブ・ラブです。この曲は日本語で恋の予感という意味で、一世を風靡した1985年 T スクエアというインストゥルメンタルバンドが作曲したジャズナンバーを真島敏夫さんという方が吹奏楽版にアレンジしたものとなります。吹奏楽では定番のポップスとなります。皆さん手拍子をしながら楽しんでください。ありがとうございました。これで第1公演は終了となります。第2公演、第3公演はそれぞれ13時、15時から開始となります。その後も
この後もぜひお楽しみください。本日は本当にありがとうございました。
皆さん、こんにちは。元気がない。バンドの皆さん、見せてやってください。皆さん、こんにちは。これです。これもう一度いきますよ。皆さん、こんにちは。はい、ありがとうございます。この度は埼玉栄高等学校吹奏楽部フォルクスワーゲン西大宮店10周年記念イベント特別ライブ第2回公演にお越しくださり誠にありがとうございます。第1回公演に引き続き、司会は私、クラリネットパート2年相沢はじめ、指揮は本校顧問の金井先生でお送りいたします。よろしくお願いします。さて、第2回公演フラッシュモブ的演出でスタートさせていただきました。演奏させていただいた曲はロンドンデリーエアーでした。エアーというのは歌という意味で、アイルランドの民謡を元にしたコラールとなっています。その名の通り、歌のような美しい旋律とハーモニー、お楽しみいただけたでしょうか。そしてロンドンデリーエアーの後に演奏させていただきましたひらめきの朝は、今年度の全日本吹奏楽コンクール1番課題曲1番のマーチで、爽やかな行進感と独特な和音のつながりが特徴的な曲となっています。さて皆さん、第2回公演ではマーチと呼ばれる曲がこの後もう1曲登場するんですけれども、一概に吹奏楽でマーチというのはどういうものなのか、まあ、ご存じない方も多いと思いますので、今回説明させていただきたいと思います。マーチというのは日本語で行進曲という意味で、その名の通り一定のテンポに合わせてマークタイムという足踏みをしながら演奏する曲のことを言います。その吹奏楽では定番のマーチですが、ここでは打楽器や低音楽器、そしてホルンやトロンボーンなどの中音楽器がマーチの命であるテンポをキープする役割を担っています。それでは先ほどのきらめきの朝で今の楽器たちがどのような動きをしていたのか聞いてみたいと思います。いいですか。いきます、せーの。はい、ありがとうございます。このように先ほどのきらめきの朝、快活なメロディーの裏ではこんな感じで足踏みしたくなるような音楽が鳴っているわけですね。それでは次は会場の皆さんも一緒に足踏みをしながら今の旋律合わせて聴いてみたいと思います。準備いいですか。足踏みしますよ。いきます、せーの。いや、足踏み低いですね。もうちょっと高く上げて。1、2、1、2、1、2、1、2、1、2、1、2、1、2。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。バンドの皆さんもありがとうございました。このように吹奏楽では定番のマーチ、マーチを聴く際は足踏みをしながら聴いてみると、また面白い発見があるんじゃないかなと思います。この後の曲名を言いそうになってしまいました。この後のマーチにも注目してお聴きください。さて、次にお送りします曲は、私も毎週楽しみに漫画の方を読ませていただいております。現在人気沸騰中、社会現象になっている推しの子のアニメ版主題歌、YOASOBIのアイドルです。劇的に変わる曲調と曲中の掛け声にも注目してお聴きください。
ありがとうございました。アイドル楽しんでいただけましたか？さて、次にお送りします曲は夜明けです。この曲は吹奏楽、神田楽器による伴奏と合唱の2つが豊かな美しいハーモニーを奏でます。この曲は本校吹奏楽部で毎年2回行われます定期演奏会と秋の演奏会、この時に歌われる栄のお箱になっています。美しいハーモニーと合唱の掛け合い、ぜひお楽しみください。Thank you.
ありがとうございました。さて夜明けいかがだったでしょうか。さて時が経つのは早いもので、次の曲で第二公演最後の曲になってしまいました。そしてお待たせいたしました。次の曲はマーチ行進曲星条旗よ永遠なれです。この曲は1896年ジョン・フィリップ・スーザによって作られ、現在アメリカでは第二の国歌として親しまれています。現地の演奏会ではアンコールで演奏された際などに雄たけびを上げながらスタンディングオベーションされるような、そんな快活なマーチとなっております。皆さんもぜひ足踏み手拍子しながらお楽しみください。
お近くのフォルクスワーゲンのスタッフの方から QR コードを失礼いたしました。お近くのフォルクスワーゲンのスタッフの方から QR コードをいただけるので、ぜひご感想のほどご協力お願いいたします。以上で第2回公演を終わります。ありがとうございました。
皆さんこんにちは。本日は埼玉栄高等学校吹奏楽部フォルクスワーゲン西宮店10周年記念イベント第3講演会公演にお越しいただき本当にありがとうございます。第50代主将の小林桃香です。私たちは武勲日本一の努力をしようを掲げ日々活動しています。本日このような機会をいただけましたこと部員一同心から感謝をしています。最後の一音まで楽しんでいただけるよう精一杯演奏しますので最後の演奏をどうぞお楽しみください。また9月30日土曜日にさいたま市文化センターにて第16回終演サンクスコンサートを行います。興味のある方はぜひ随時更新されます Twitter、Instagram、ホームページなど各 SNS をご覧ください。それではどうぞ。小林さん、ありがとうございました。さて、埼玉栄高等学校吹奏楽部フォルクスワーゲン西宮店10周年記念イベント特別ライブ、いよいよ第3公演目になります。
第3公演も引き続きクラリネットパート2年相沢はじめが司会を、指揮は金井義弘先生でお送りさせていただきます。よろしくお願いいたします。さて3回公演1曲目はマーチシャイニングロードでした。この曲は2017年度全日本吹奏楽コンクールの課題曲2番として作られました。シャイニングロードの名前にふさわしく明るく楽しげなメロディーと更新感で現在も多くの吹奏楽ファンに親しまれています。さて次にお送りいたします曲は今までの曲とは打って変わってロックでメタルな吹奏楽をお楽しみいただけると思います。お送りする曲はディープパープルメドレーです。この曲はイングランド出身の伝説的ロックバンドディープパープルの名曲をメドレー形式でブラスバンドバージョンにアレンジされたものになります。バーン、ハイウェイスター、スモークオンウォーターの3曲で構成されていて、特にスモークオンウォーターはご存知の方も多いのではないでしょうか。クラシックとは一味違うブラスロック、ぜひお楽しみください。
さて、ディープパープルメドレーいかがだったでしょうか。さて、次の曲なんですけれども、おっと、おおおおおおお、聞いたことあるメロディーですね。皆さんご存知、あのキャラクターが登場する曲です。それでは行ってみましょう。ありがとうございました。ミケです。ジャンボリミッキー元気よくお送りいたしました。いかがでしたでしょうか。さて、時の流れが経つのは早いもので、次の曲で本日最後の曲となってしまいました。皆さん、第3公演いかがでしたでしょうか。埼玉栄高等学校吹奏楽部フォルクスワーゲン西大宮店をぜひともこれからもどうぞよろしくお願いいたします。本日は本当にありがとうございました。それでは行きましょう。栄と言ったらこの曲、扇を指さす君たちへ。
ありがとうございました。これにて第3公演終了と なります。ただいまアンケートのご協力のお願いということで、フォルクスワーゲンのお近くのフォルクスワーゲンのスタッフの方に QR コードをいただけると思うので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。本日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。